ランです。ももちです。こんにちは。こんにちは。チャンネルTYORIYUです。今日はね、名機シリーズです。はい。名機かな？名機か。売れた。そもそも。売れた。だって超高級シャフトでしょ。そう。8万とか。え、高っ。税抜き8万とかですよね。うん。税込み68,250円が12年です。あ、そう。17年は8万だったと思いますよ。あ、そうなの。はい。まあ、なんせ高いシャフトですね。うちハンドラスコーティングもセットにしてませんでしたっけ。え？なんかハンドラスコーティング付きみたいな。そんなんしてた。まあ、なんやねんというと、ディアマナ X です。はい、ディアマナ X です、はい。世界限定5000本みたいなやつですね。へえ、そうなんや。デモシャフトやな。デモしかも。ここら辺。シダシャフトやわ。なんか柄もすごいですね。うん、かっこいい。かっこいい。昔のディアマナやから、このディアマナのとこがサーフボードになったの。あ、うん、ここが？で、ハイビスカスやから。なるほどね。ハワイ、いやね、ハワイ語やからディアマナって。なるほどな。そうなんや。今のディアマナってハワイな感じないやんか。うんうん。あ、でもなんか、このイメージ。好きになんなよ、そのハワイって聞いてないなんかディアマナってこのハイビスカスのイメージはあってんの、うん、ずっと。やけど、ここがサーフボードってことは？今知った。ももしはね、あの生粋のハワイ好きなんで変えよるかもしれない変えよるかもしれないリアマナの何かに前コンペしたやん、はい、クイカントリーの方が、はい、使ってらして、はい、これ動画やろとこれこそザ・ディアマナやないかと で、いうことで、ね、店長がうちシダシャフトあったんだそうそうそうってなって貸してください言うてんけど、そういえばあった気がすると思って、じゃあ出てきたんが 60S と 70S、 はい、はい、50S は残念ながらなかったですね、まあ、企画自体はね、はい、17年の方のモデルには 50S があったので、うん、12年はなかったな、60からって、うん、僕 60S でも打てると思うんで、うん、なんか10代目のディアマナって書いてたな。あ、それで X なんですか。 iPhone も、うん、あ、10みたいな言おうとしてるから今横取りしちゃったiPhone もね、10ってじゃあ、カットしようとすなそれ僕のやからということでちょっとね、まあ、今持ってる人結構まだ多いと思います、はい、なぜかというと中古で出てこないです、全然。あ、確かに、はい、僕らがやることでもしかしたらメルカリの相場が上がるかもしれない全然中古で返ってこないんで、多分もう使ってるんちゃうかな、みんな未だに手に入らないんでね。これをちょっとデータ振動数とシダでちょっとやっていきたいと思います、はいはい、行ってみよう、行ってみよう、ちょっといや、行ってみよはい、ということで、はい、ヘッド持ってきたんですけど、はい、あの間違えて自分のヘッドを持ってきてしまいました鉛付きシムです、はいはい、シム鉛付き、はい、何グラムかちょっと測っときますヘッド重量が196? あ、197、はい、7です、はい、で今回 60S と 70S しかないんで、はい、長さは 45.25 です。50g のシャフトに合わせてバランス取ってるんで、ちょっともしかしたら重く出るかもしれない、うん、鉛張ってることやし。確かに。ちなみにあのクイカントリーの人のクラブは1インチぐらい短くて 60x やってんけど、はい、振動数283でした。硬すぎやめちゃくちゃ硬いじゃないですかじゃあ、はい、60s から測っていきます、はい、315、はい、うん、まあ、6かな、16、バランス D2、 いや、3とかちゃいます、ね、そんな出てる D3 おぉ D2 で合わせてるんで、50で、で、この時代はね、やっぱ 10g 増えたらなるほど1上がると思うので、この時代も S は一緒なんかな、振動数。カッチコチ、267、そうなんだ、270、いや278かな行きます。なんかさ、めっちゃ柔らかい感じしたんやけど。さすが邪念が入ったことあるかもしれないもしかしたらももしが一番振動数ちゃんと測ってる感覚持ってるかもしれない最終やってるから、最終 これがまた262やったらすごいね。おお、そういう感じ。でもそうなんやろな。 70S 測っていきます、はい、11g、うん、326、9から11、
おお、綺麗。 D4。 いや、なんか柔らかく感じてきたな。急に262ぐらいか。一緒やん。一緒やん。もうその可能性高いわな。いきます。はい、おお、すごい。さすが、やば。ありがとうございます。三菱やば。ありがとうございます。さすがやな。じゃあシダの方していきまーす。はい、行ってみよう。ちゃちゃちゃ。じゃあディアマナ X60S 打っていきます。この時代吹雪 V とか出てたよな。あ、一緒ですよね。うん、いや、もう名機中の名機ちゃう。めちゃくちゃいい。もしかしたらトルクめっちゃないらしいじゃないですか。あ、低トルクならしいんです。 1.9 とか。え、スペックによっては。へえ。けどすごいしなりは感じますけどね。あ、しなるんや。あんま重しそうな感じあります。中本調子ですね。あ、50の SR からあったんやな。 70WX まで。WX まであったみたい。 DX 表記じゃないんですね。うん、WX って書いてるわ。三菱の新製品発表会行ったら DX のこと WX って言ってましたけどね。あ、そうなん。じゃあ行きますか。はい、どんなシャフトやろ。懐かしいな。僕は初見なんですけど、まあでも DF とかに近い感じなんですけど。ああ、黒やもんな。うん、結局黒マナーやから。ちょっと動きはDF か PD か。黒マナといえば PD よりかちょっとしなり感じますけどね。感じる。上が青いから。なるほどね。青黒シルバーやろ。ああ、ディアマナのええとこ取りそうそうそう。ドロップしたみたいな。スピンが足らないですね。ドロップした。うん、ドロップしてそうな。そうですね、ちょっと落下、もう一回行くか。はい、でもやっぱそういうシャフトなんかな。うん、低スピン系だと思う。低スピン系のな。なんかスピンで悩んでる僕にしてちょっと安心してくれる。でもなんか弾道も高く上がってくれるから。ああ、低トルクで。はい、なんか僕 1K させてるんですけど、うん、弾道も低くなっちゃうんですよ。うんうんうん、だからなんか弾道はそのままで低スピンになってくれるから、なんかいい感じですけどね。低スピン、すげえ低スピン。左出たまんまって感じですね。うん、ちょっとラスト、はい、振っていいですか。なんか、振れてるな。うん、なんかめちゃくちゃ振りやすいです。もしかして、鍛えてる。いや、一回ジム行っただけ。一回だけ。5ヶ月ぶりぐらいに行ったら、もうピヨピヨになって。ちょっとでも、キレが良さそうな体の。褒めてくれると触れそうやな。うん、もっと褒めてください。かっこいい。ありがとうございます。ちょっと苦笑いですね。いや、ちょっと目標何ヤード。280で。はい、レオン君が280と言ってます。250そこそこしか飛んでへん。ほんとっすね。いつも全然飛んだ。すごい。280言ってます。振るぞ。あれ動画用やもんな。そうですね。やっと対抗するついに北斗の剣みたいになるで、ほんまのこと言ったら。どんな感じ。なんか空気おかしいなと思ったんですよ。あかん、これ言うてもったみたいな。よし、行くぜ。この間陸上見に行ったいきなり。え、陸上の話打つんかな思ってたら。あの、はい、なので聞きましょう。ではムキムキはいっぱい見てきたんで。あ、なるほどな。はい、ムキムキのイメージだけはあると。はい、雨降ってたよな、あの日。めちゃくちゃ降ってた。雨の中見とった。
そうなんだ。しかも前の席は、うん、あの傘さしてダメなんですよ。えぇ、そうなんや、うん、雨でも。はい、濡れながら見ろってこと。あのサンダルに水着で行きました。海パンでな、うん、マジでもう濡れてもいい。そこまでして、はい、じゃあズボ濡れ。そこまでして田中優美を見に行った。みんな早う打て言うとうから。よーい。ああ、陸上。でも普段より飛んでるやん。てかさっきと変わらん。何？泣きの一回？すいません。もうそれ。泣きの一回行こうか。これじゃディアマの X の良さは語らない。どう？どう？どう？お、ええ球。行け。行ってないよ。70すらいかん。おい、70あぶね。70いった。あれ700になっとる。まだ行くんちゃう。じゃあ行くと思いますよ。行ったろ。ちょっと行きますか。うん、これはもうディアマナ X の良さを言ってもらう動画やねんけど、はい、もうレオン君の280ヤードへのチャレンジみたいになったけど。すいません、もう僕の距離でこのシャフトの良さを伝えたいと思ってます。280なんか見たことないんちゃう動画で。ね、あるエアスピーダーだけ。エアスピーダーちゃんとしたクラブには行ったことないです。振った。はい、ええぞ、うん、ええ球やぞ。行くか。お、あでもめっちゃ飛んでる。めっちゃ触れてる。でもね、ずっとここの回転軸がまっすぐなんですよ。トルクが少ないからなのかわかんないんですけど、変な回転かかってない。うん、なんかね、しかも大きな曲がりないでしょ、うん、これは名機やな。神かもしれない。神シャフト、はい、売ってないんですよね、こんだけ褒めすぎても、はい、メルカリは値段上がってるかも。みんなメルカリで今探してください。いや高騰しますよ。見つけたら即買い。当時言ってたのはプロジェクト X と相性良さそうな。あ、まあ確かにそうですね、うん、まあまあ、ももし一回打ってみ。はい、合わへんやろうけど。確かに、電話でそんだけ良かった。しかも60。うそー、悔しい。あと2ヤード。ニヤード、いつもちょっと足らない男。身長もちょっと足らない。身長も足らない。全てちょっと足らない男。ハマレオン。肩書き。何事も足らない。何事もちょっと足らない。なんか全部が中途半端なんですよ。全部が中途半端な男。経歴も。経歴身長も。なんか結構、しなるんですけど。え、うん、あ、珍しいな。はい。え、しなるよな。結構しなる。球落ちそう、うん、なんか真ん中がめっちゃ違います。うーん、初速は完全に上がるタイプやろな。いってみます。シャバ。まあ、まあでもこうなるわな。オーバースペックやから変わらへん。でも変わらんな。ほんま変わらんな。もう何しても、はい。減ってる、確かに、はい、19度も上がってるのに、うん、ももしの200ヤードチャレンジもしたいけどな。したいです、ほんまに。変わらない。好きね、ガチでなんか、うん、あの悩み言ってきたんですよ、うん、で、僕もいつも通り返してないですか、適当に、うん、適当に。だったら、ツイッターに聞いてんねんけど。ガチなやつ。顔色伺いましたもんね、こうして携帯さんって、ガッツリやな。あれみたいな。まあちょっとまたやりたいね。お願いします。ももしの200ヤードチャレンジ、女性の方へ向けて、うん、はい、秘策はあるんで、はい、楽しみ、はい、これはでもマジでいい。癖みたいなのはあるんかな、癖的には。まあでも中本って感じ。中本浩二、うん、いやいや、中本って感じ。そうですね、蒙古タンメンです。蒙古タンメンの方な。
ザ・ディアマナって感じかな。そうですね、ほんまに本当あの10代目、ね、他社でも10代目で、うん、ザつくからな、だいG か、あれは G やな、こっちはザです。こっちはザですね。はい、ということで、もし持ってる方いたら手放さないように、うん、はい、いらんねんと思っとる人はこの動画の後高騰するかもしれないんで、売るチャンスです。ね、だってそもそも8万円のシャフトでしょ、うん、17年発売やとしてもメルカリ、僕メルカリ全然やったことないんで分かんないですけど、うん、2万5000円ぐらいになるんじゃないかな。2万はいくやろな、うん、2万はいく、欲しいですもんね、僕買いたいですもんね。残念やけど、うん、1K ブルーでお願いします。そうですね。みんな悲しむ。すいません。あまりは何使ってるの。ディアマネ X ですね。絶対買える言うてたのに、ディアマネ X になったら笑うで。いや、もうブルーもめちゃくちゃいいんで 100% 買えるんですけど、はい、これも捨てがたい。出てくんなよ。迷うやんけ、こんな出てきたら。名機やからね、まあ、叩けるシャフトかな、うん、はい、ハードフィッター向けかな、どっちかといえば。そうですね、うん、ハードフィッターでは僕ないんですけど、うん、けどそんな僕でも意外と使えた、はい、中本が好きやったらね、一回見てみてもいいかもしれないですよね、はい、ということで、この動画が面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価ください。ディアマナ X、 家にある人はぜひ売ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。